ンズちゃんとちゃんくん顔が似てるね。おはよう。アンズちゃんはとうとう昨日から今朝にかけて、昨日、注射から帰ってきてからだから、お昼ぐらいからずっとケージの外にいます。それが原因になっているのがこの人です。なぜか知りませんが、昨日の夜からずっとポンちゃんはアンズちゃんのベッドで寝ています。夜中は違います。あ、ほんと、うん、一旦降りたの。うん、そう、その時アンズちゃんはどこにいたの。あ、そう、走り回って遊んだりとかしていて。そうだったのか。元気で遊んでて、ポンちゃんはクッションの上とか落ち着いてるよ。アンズちゃん、ね、ちょっと甘えて泣いたよ、ポンちゃん。ポンちゃん、あら、ポンちゃんのご飯じゃないんだ。アズちゃんの日用意したんですよ。ポンちゃんのじゃないんだよね。食べる？いいけど食べても。こっちがいいの？アズちゃん用にもう一回用意しようか。あ、食べるんですね。いや珍しいですね、ポンちゃんが食べる。アズちゃん、ご飯ご飯においで。アズちゃん用のきますよ。
降りてきました。おいで、ぽんちゃん。ぽんちゃん、お外出たら、そしたらあんずちゃん入るから、ぽんちゃん、ぽんちゃん、シュッシュッ、上行っちゃった。ぽんちゃん、また上行っちゃうの？そんなに好きなの、ケージ？あんずちゃん、あらら、あんずちゃん、お姉ちゃん、また上行っちゃった。さあ、夜遅くなりましたよ。ジュン君もポンちゃんも。アンズちゃんはどこですか？そこだ。かわいい。そうだ、そっから音がしてたんだ。アンズちゃん、ご飯だよ。かわいいね、アンズちゃん。アンズちゃん、ご飯食べる。ご飯だよ。ご飯ですよ。
しいね。はい、ハンズちゃん、ご飯だよ。ハンズちゃんどこいた？ハンズちゃんいる？はい、ご飯。久しぶりにご飯食べに来てみてはどうですか？ハンズちゃん。ハンズちゃん。ハンズちゃん、たまにはさ。ハンズちゃん。ベッドで寝にしようよ、ちゃん。ハンズ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 ちゃん、どうぞ。道が空いてるよ、ここは。牢獄っぽい感じになっちゃうじゃないか、そうやってると。あなたただのお家なんですからね。いいですか、明日までゆっくり寝てくださいよ。じゃあね。